紹介をいたしますと、もともとは、素粒子論という分野で、1974年に東大で、学位を取ったわけですけども、その後約10年間、欧米で研究所とか大学とかで研究をやっておりました。で、日本に帰ってきて、やはりなんかもっと別なことをやりたいというふうに思いまして、で、会社を開いたということで、会社を開いて、社員が随分頑張ってくれたわけで、私は結構時間がありまして、その時間を十分使わせていただいて、で、経済、私も素粒子論というのをやってましたから、シミュレーション、コンピューターを使ってシミュレーションやるのは得意中の得意でありますから、経済のシミュレーションをやったり、あるいは進化生物学でのシミュレーションをやったり、いろいろシミュレーションをやって、で、しかもですね、日本経済復活の会というのを立ち上げたんですね。みんなで協力しようという、協力を伸ばしていくというのが私の目的です。じゃあ芸術性は何だというふうに言うんですが、例えばミロのヴィーナスを見ればわかるんですが、これは、女性の戦いだということであって、これ生殖に関係してるんだと。だから、種の方向に関係してるんじゃないか。ただし、ミロのヴィーナスというのは石ですから、本当は種の方向に関係ない。だから、次のやり方です。人間は、行動を反映するような、制御する、人間の行動を制御するものを持っている。これをディスクリミネーターというふうに名付けたんですが、守っていい名前があれば、皆さんどなたか名付けていただきたいんですが、そのディスクリミネーターというのが、進化の結果、得られた。どの動物を持っているということで、これが人間の行動、そして思考を支配している。これから絶対逃れられない。で、死ぬほどにプラスになれば、ディスクリミネーターはプラスになる。マイナスなら、マイナスになる。で、人間というのはディスクリミネーターをプラスにしよう。できるだけプラスにしよう、マイナスにしないようにしようと。いうふうに行動するんだと。そうですね。ミロのヴィーナスの場合は、ディスクリミネーターは間違いプラスの信号を送ってしまうわけで、むしろ、どちらかというと人為的にプラスにしたとも言えるんですね。ですから、このような場合、ディスクリミネーターの作動状況、これを探さずというふうに言ってたわけですね。で、人間の思考っていうのが、自由に何でも考えられると思っている人がいるかもしれませんが、ディスクリミネーターによってがんじがらめに思考が縛られておりまして、自由な発想ができる人は一人もいない。例えばですね、例として、動物を人間の食料にするっていうのはもう当たり前のことですね。ところが、ここでですね、文章を人間と動物をひっくり返ると、人間を動物に食料にすると。こういうことはですね、誰一人考えない。1億人日本人がいたって、一度もこんなこと考えた人はいなかったと。どんな悪人ですか、ね、どんな凶悪な悪人ですか、考えることができないとしたらいいと、思考が非常に厳重にディスクリミネーターによって支配されていますから、種の保存に反するようなことは絶対に考えることができない。ところが、例えばライオンだったらその逆に、もちろん人類が食べてもいいけども、ライオンに食べてもいいという、こういうことを考えているんですね。ですから、種によって全部違うし、その種のことに対して、整合的な考え、行動しかできないということであります。で、ディスクリミネーターの作動状況を4つに分類することができる。正常作動というのが、種のことにプラスだったらプラス、マイナスの時はマイナス。
そしたら結婚したり、出産、子供の成長、苦しむことにプラスですから、幸せという快感、この辺を感じるわけで、これが正常作動なんですが、その反対のになる場合が、これ逆、例えば注射が痛いと、子供なんて注射が痛いとして、嫌がる、これどうしたかというと、ディスクリミネーターが間違えるわけですね。反対に作動してしまう。麻薬、これは本当に体には悪いんですが、快感を感じてしまう。ガラス作動というのは、主の保存に対して私たちが言ったような感じで、敵にも害にもならないんだけども、人為的にこのディスクリミネーターを使っている。まあ、芸術の映画、これが悪いことでは全くなくて、ディスクリミネーターをプラスにするというのは、全く、悪いことじゃない幸福になるということで、だん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 このガラス作動が、重要になっているというのは AI のことで、この種の保存に関係した仕事はですね、もう人間をやらなくても、ほとんどやらなくても達成できるんですね。ですから、むしろ幸せになろうと思えば、このガラス作動が重要な役割を演じるようになる。で、最後に作動の抑止というのは、異常作動を止めましょうと。ということで、ですから、まあ、私の仮説は、幸福というのは、ディスクリミネーターをプラスにすることであると。ですから、正常作動だけじゃなくて、過剰作動を超えていくというふうに、まあ、これは54年前の私が考えたので、今でも全く変わっております。で、例えばですね、人はなぜ野球するのかというとですね、狩猟時代には、今後で獲物を殴って、一緒にして、狩りをして、で、食料を確保していたわけで、そのままいった食料を暮らしていたら、幸せになった。で、現代は、もうこれなくしなくたって、食料はスーパーに行けば、食料を手に入れられる。だから、そういう仕組みやらなくなった。だけども、まあ、ディスクリミネーターは残っているわけです。ですから、現代でも、例えば、野球で、まあ、ボールを投げるんですね。そうすると、何だ。あるいは、ボールを投げる。獣に対して投げるんじゃなくて、肉に投げるんですが。まあ、同じような感じを感じる。ということで、まあ、これで活躍すれば、幸せになれる。でも、やはり、ディスクリミネーターの大差を。まあ、こういったことが非常に有用になっているわけです。で、狩猟時代には本当に一生懸命になって、そのために働いてたんだけど、今はそのことしてなくて野球とかやってるんじゃないかと。どっちが本物の幸せかというと、まあ、私の結論ですが、どちらも同じぐらい本物の幸せなんです。ですから、まあ、カラサドルで、次の通常サドルでも、同じであって、あるいは幸せになるためには、やはりこういうことを念頭に置いてやっていかなきゃいけない。つまり、太古の時代に戻らなくたって幸せになれるの。AI ロボットが大部分の、行動を代替するという時代、種の部分のために労働をしなくてもいいんだけど、まあ、あまりやらなくてもよくないかもしれないけども、でも、幸せになれるという、そういうことを念頭に置ければ、幸せになれるということで、まあ、私がその当時、言ったのは、そういうふうにディスクリミネーターをプライスにするというと、まあ、ディスクリミネーターの解放って言ったわけですけども、だんだんそれを重要になってくるような、AI のことが労働を代替してくれるという時代であれば、まあ、できるだけ、幸せになるようにというのは、すべてプラスにするようにという社会を作っていくのこれが解放主義社会だということで、先ほど紹介した場合なんですけども、私は、というふうに。
ことであります。で、非常に、危ういっていうことがありまして、恋愛ロボットを設定すると、資本家っていうのは、人がもう雇わなくても、動きができるというふうに、だんだんなってくる。あるいは、人を全く雇わないとし、じゃなくて少し雇うとしてもですね、賃金どんどん下げてもいいんですね。どうせ、お金当たるところないでしょうという立場が強くなれば、あまり、どうしても、お金を払うインセンティブになっちゃうわけで、そうすると、資本家はますます、金は多かった。そうですね。富は、資本家に引き入れて、今でもいいな、今日学ぶのは、というか、その老人に集中して、で、そのくせ、人はあまり雇わないという、これがですね、その傾向がどんどん強まって、危ないんですね。これを放置したら、で日本の政策っていうのはですね、国の借金を返すとか、考えバランスを、返すとか、そういうことばっかり考えてますから、それはですね、非常に危ない考えで、変な方向に進んで、この前の水曜日にですね、世耕さんが昼食会をやってまして、世耕さんの昼食会に参加して、世耕さんにね、行ってやったんですよね。もっと、日本は世界の中でも、非常に低いレベルの成長率だから、もっと他の国の民に、財政を考えたらどうですかということを言ったんですね。彼も、その通りだと、もっともっと財政を拡大してもいいと思っているとかですね。参議院議長ですか。前は経済産業省の大臣ですけども、彼もそういう考えではあった。なかなか、あまり多くに自民党の中で言えないかもしれないけど、ああいう会合では、はっきり言いますね。やはりそういう人は、ね。で、私はですね、やはり幸せはないんだ。幸せな、国民を幸せにするにはどうすればいいのかというとですね、コンピューターで、あるいは AI で、計算できるんじゃないか。非常にシンプルなモデルを出しますが、例えば、1000人からなる村があったとします、ね。1人が資本家、それ以外がみんな、920人。で、AI ロボットが、所有しているのは、1人の資本家であると。で、みんな何欲しいと思ったら、その資本家から、買えばいい。あるいはサービス、提供を受ければいい。というような。そうするとですね、会社の利益が全部消化法になるわけですから、非常にまずい社会になるんですね。これは最悪です。みんなお願いします。だからそういう時には、資本家から税金を取って、それ以外の人に分配しよう。ベーシックインカムという感じではありますが、そういう場合に、どうやって決するのか、この村の幸せをどうやって決するのかというとですね、お金取られちゃったら、その他のディスクリメーターはマイナスになると思う。これマイナス1だ。それ以外の人のディスクリメーターは大切です。ただし999人だったら、これだけなんですよ。ですからこのトータルを計算すると、999-1 だから998だ。つまりプラスですから、この政策っていうのは村を幸福にする。というふうにする。こういうふうに、非常に大雑把な計算ですが、こういうふうにですね、計算すれば、このディスクリメーターがプラスになるような政策をすれば、どんどん、幸せな政策が、のシステム、社会システムが、できるということであります。
で、ベーシックインカム、まあ、スタンダードなベーシックインカムが、この村を最も大きくするのだろうかと、まあ、余裕ができたわけですね。もっと改良をするようじゃないだろうというふうに、考えた場合です。本当にそのお金をもらうだけで幸せになるだろう。これは先ほどのロシアの例が示されましたけれども、まあ、時間があれば話しますけれども、大変な小さな名古屋共和国というので、例がありまして、そこで、まあ、とんでもない収入が入るんですよね。1万円、15万円の国で、とんでもない収入が入ってきて、で、そのお金をみんなに配ったんですね。で、その配ったおかげで、まあ、一人当たりの人って1万円、そのくらいの額を配った。で、本当にそれで幸せになったんだろう。みんな働くなく、それから2万人だったし、健康的にも食べれないというこので、まあ、時間があることになりましたが、まあ、必ずしもですね、お金を配るだけでは幸福にできるとはということで、じゃあもっと別な方法があるだろうというふうに考えますと、まあ、各自ですね、やりがいを感じるような職業があると思うんですね。まあ、映画監督もありますし、経済学者もありますし、まあ、皆さん、あれやりたいなっていうのはあるんですね。で、それを、その一人一人の要望を聞いてくれなくて、要望を聞いてですね、まあ、十分財源があればですね、まあそれぞれの職を取り組みました。で、やりたいならやりなさい。歌手やりたいと言ってらしたら、まあ、歌手やりなさいよと。今だと歌手で生計立てられる人は、まあ、運動中しかありませんが、このお金さえあればですね、まあ、歌手として、あるいはリサイタル、まあ、そういうことをやったとします。まあ、これは財源十分ないかということですね。で、この場合、リスクを得たらどうなるか。例えば、ある人が、ね、歌手になりたいと思った。で、給料だけもらって、あと国は何もしなかったとすると、歌手やろうと思ったって、だからそんな感じじゃないよ、お金もらう。やればブラブラするしかないんじゃないかと、まあ、とりあえずもらわないよりディスクメンタリーというプラスですね。ところが、まあ、給料をもらってさらに歌手活動を助けてもらった、この時はもっとプラスが増えるんじゃないか、例えばプラス2というのを仮定します。あるいはさらにですね、この歌手活動を努力してうまくなって、そして、まあ、みんなに評価されて、そしてファンがいっぱい増えて、というようになったときに、それを評価してやって、で、それ、まあ、その評価した結果、給料が出来上がる。そういうようなところまで、面倒を見たときは、もっと、精神的な喜びはもっと、高まるんじゃないかということで、プラス3、プラス4。10、100、なんてなんかしますけども、まあ、それ、まあ、どういうふうに、これ、いいお手なのかっていうのは、まあ、心理学の実験か何か知りませんが、計算方法あるんじゃないですか。ですから、こういうふうにして、差をつける。で、こういう、ディスクメーターを最大に、全国民のディスクメーターの合計を最大にするような社会が、最も、国民に喜びを与える社会じゃない。ですからこれを解放主義社会と助けるんですね。ですからこの解放主義社会においては、まあ、労働
貧困とか失業とか、まあ、それべてから解放され、まあ、出国民を幸せになる。ということで、まあ、国民が自分の希望する職業に就職できるように、国が職を用意するというふうにしますと、この名前付けた方がいいだろうと思って、私は勝手に情報を見たんです。名前があれば。が、まあですから、まあこの解放主義社会では、年金っていうのは少ない。それは、死ぬまで公務員として、公務員として募集するのは、まあ、国が募集してやる、給料を払ってやる、まあ、というのが多いですね。で、まあ、解放主義社会では、例えば専業主婦、これももう立派な職業だと。あるいは母子家庭の母親、これも、子育ても正規の職業ということで、公務員として雇われれば、皆さん安心して生活することができるし、安心して子育てもすることができるわけです。もちろんですね、今すぐやれっていうんじゃなくて、まあ、そういう社会を目指した方がいいんじゃないですかという提案です。で、善悪の基準、これもですね、40年以上前に考えた。つまり、人の子にとってプラスなら、マイナスならダメというふうに私は提起しました。ところがですね、もう AI ロボットが発展して、もう学生くん、働かなくても、まあ、生活できるというような世界においてはですね、まあ、ディスクリエイターをプラスにする。ですから、日本人とか、映画とか、そういうのを作ってですね、みんな快適に、喜びやった。これを、喜びが大きいほど、これは善だ、ね。もちろんマイナスなら、ディスクリエイターがマイナスになるような、まあ、社会。北朝鮮なんかそうでしょうか。皆さん、不幸になる。ロスだけが、こういうのを、ディスクリエイターで全部出せばですね、マイナスになる。プラスになるにはどうすればいいかということで、ロボットが労働で代替されるような世界では、人は理想社会、理想社会というのは、まあ、国民に最大の喜びを与えるというのが、主義社会であって理想社会。今、まあ、言ってするみたいな、もう理想はですね、これが、まあ、最大になる。ですから、まあ、今すぐにというのではないんですが、仕事が誰も雇わずに従業員ゼロで会社を経営してて自分も働いてない、お金がないという、こういう社会、会社がどうここ出てきたような場合はですね、もちろん会社の株式買い取って、国有化した方がいいかもしれない。で、国民のためには、方がいい。で、それを、そこで、まあまあ、はい、動けてもらって、利益を得てもらって、そして、財源にして、国民全員を公務員にする。で、生活できる、最低でも生活できるような収入を保障する。という社会が、で、さて、本当に国は、ね、政府は変えるのかということですけども、保険って持ってるわけで、まあ、今でも日銀はですね、ETF という形で間接的に会社の株を買っているわけですね。ですから今年8月2日現在で、不動産高は28兆円ということです。東証一部時価総額の占める割合は 47% だということで、毎年6兆円というのが増やすということでありまして、どこにそんなお金があったのかというと、それはお金を吸っているわけですから、通貨を受け取っているわけですから、いくらでもこれね、買えるわけですね。で、
こうやって準備合いと、年度試験が保有する国連教師の人だったら38兆円だよ。ということですから、まあ 10% 以上は国が一級を持っている。で、その限度があるのかと、もうお金がないから、まあお金がないと言いますけども、お金があるんですね。ですから、いくらでもお金があるんだから、お金があるということはね、お弟子勉強できるんですよ。お金は、とりあえず、ベーシックインカムというところでしょうか。だから、会社の株を、バンバン買ってるということですね。ですから、このまま、じわじわ、買い進めれば、国力も確保になるわけです。で、もちろんですね、国が株を持ってるんだから、っていうんで、経営に参加するようじゃ、まあ、どこかに、国力は、会社の経営になるかもしれません。ですから、物を言わぬ株主、株主としてやってもらわないと、その、経営を口出しするようではですね、会社が潰れちゃいます。というのが重要であります。で、まあ、質問が、結構見ますね。株式を公開しない会社はどうするかということですけども、株式公開しなくたって、もちろん経営を許してやればいいわけで、それの制限をするということではないんですが、ただしその会社がですね、国の富をもう大部分を制限するようになって、害を振りまくるようなことになれば、それはやはり、まあ、国有化の、まあ、いろんな方法が他にもあるでしょうかね、まあ、その富を一部を移した方が国有化にはなる。で、国有化したら人が高くなったんじゃないかと、競争もなくなってきて、なんか発展しなくなるんじゃないかというふうに思う人もいるかもしれませんが、何も国有化すればすぐダメになるというわけでもなくて、まあ、旧ソ連はそういう傾向はありました。まあ、いろんな問題があったでしょうね。働いても働いても、給料同じだとやれば、あまり働かない方がいいというふうになったかもしれない。まあ、経済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 かな。でも中国を見ればですね、たくさんの国有企業が活躍しているわけで、まあ、非常に発展しております。国有企業っていうのは、すぐにイコールですというわけで、ね、というわけです。まあ、公務員になれば、みんな働かなくなるかというと、そうでもないということですね。国立大学の研究者は、まあ、みんな働かないかというと、そうではなくて、自分で研究があれば、世界の中で激しい競争をしているわけで、公務員であっても、一生懸命研究をすると。それを研究しやすいように見つけてやれば、それは、まあ、研究が進むということですね。成果があれば、報酬を上げてやればいいということで。じゃあ、寝たきり老人も公務員として雇うのか。まあ、資本主義社会はですね、まあ、余裕がないといいますか、そういうシステムになったわけですね。要するに、利益にならないものに対してお金にならないという、うん、ですから、会社も利益出なくなったら潰れてしまうというような、ことではありますが、それじゃあ、定額になるわけですね。特に、AI ロボットが、もう、十分生産してくれるか、あとは国民がそれを消費するだけだ、というような、世界ではあったらですね、もう、本当、国民が何かやって、利益を出すというのが非常に難しくなる。難しくなくても、もういいじゃないか。利益中心から、国民の喜び中心、どれだけ喜びがあったか、それに対してお金を使っていく。そういう発想の転換、これがだんだん必要になってくるだろうということであって、まあ、高くなくても、給料払う。それでもいいじゃないか。まあ、確かに、まだですね、寝たきり老人だっても、
本当に、道路ですね、まあ、お客さん乗せたりするということができるかもしれない。まあ、いろんな工夫でですね、寝たきり商品でも、まあ、あるいは全く何もできない人でも、お金払ってやっても、まあ、生産は十分、供給は十分できるから、そういうふうに、食料は出てもいいじゃないですか、生活させてもいいじゃないですか。